こちらの工場では今月から機械を導入してマスクの生産を始めました。新型コロナウイルスの感染拡大によりマスクの品薄が続く中、産業用のろ過フィルターを製造するロキテクノは今月から新しい機械を稼働させマスクの生産を初めて行います。マスクに使われる不織布をもともと取り扱っていたことやクリーンルームを持っていることなどから参入を決め、まずは月間5万枚を生産する予定です。マスクをめぐってはシャープやトヨタ自動車など異業種から生産に乗り出す企業が相次いでいます。